ゴーゴー、どうもトラです。今日はですね、僕ね、友達からめちゃくちゃお前ってめっちゃポジティブだよなとか、なんでそんな考えすんのみたいな、え、怖くないみたいなとか、とりあえずめっちゃお前ポジティブだよなとか、なんか何も考えないでしょみたいな言われるんですよ。で、まあ確かに何も考えてないって言われれば、何も考えてないんかなまあでも楽観的とかポジティブだなとは自分でも思いますね、それは。で、僕が普段どういうことを考えて、なんかそのポジティブって言われてんのかっていうのをこう皆さんにシェアしていければなと思っています。まあね、それで、ね、ポジティブになってね、もうポジティブな人増えることはいいことだなとは僕は思うんですけど、まあポジティブだらけになったらどうなんだろうねみんなとりあえずやってみようぜみたいになったら、なんか世の中なんか大変なことなんのかな、わかんないけどまあでもとりあえずなんかハッピーになれることは間違いないなと思うんでね、もしネガティブで悩んだりとか、なんか悩み事ある人はちょっとこの動画を見てぜひちょっと参考にしてもらえればなと思います。それでは始めていきましょう。で、まずポジティブってちゃんと意味を理解して使ってんのかなと思って改めてね思ったら、どうなんだろうちょっと思って、ちょっと一回調べますね。 Hey Siri、 ポジティブって何？ The forecast is calling for partly cloudy skies tonight in Chuuk. Temperatures will range from a high of 24 degrees at 6 p.m. to a low of 21 degrees at 10 p.m. なんで？あれ英語設定だった今日の天気は何って聞いてないし、違うからちょっとダメだ。チリ頼むって日本語対応して。なんで、なんで俺の日本語対応してくれないの？絶対間違えた。まあいいやじゃあ電子帳でちょっとポジティブって調べますね。ポジティブ、なんかポジティブシンキングの方がいいのかな、考え方っていう意味で。あ、出てきました。ポジティブシンキング、積極的な楽観的な考えをすること、これがポジティブシンキングらしいです。積極的かつ楽観的で、じゃあ積極的ってね言われてもちょっとピンとこない人もいるのかもしれないから、積極的ってまず調べてみよう。積極的、物事を進んでする様。なるほどね、物事を進んですることを積極的という。なるほど。じゃあ次に楽観的ね。楽観的、物事をうまくいくものと考えて心配しない様なるほどね、とりあえずうまくいくからなんでいいよやっちゃうみたいなことを楽観的ね。なるほど、なんか褒められてんのかな、これって楽観的っていい言葉じゃあ逆にネガティブをちょっと調べましょう。やっぱネガティブの人のね考えも理解しないとねダメだと思うんで、ネガティブシンキング、消極的、悲観的な考え方をすること。うん、なるほどね。じゃあ消極的ってちょっとねよくわからないから調べよう。あ、いや、自分から進んで物事をしない様、引っ込みがちな様、また否定的である様だ。自分から物事を進んでしないんだ、引っ込みがちで否定的である。なるほど、これが消極的っていう意味だし、最後に、悲観的ね、先行きに望みはないと考える様、望むのも持てない様、望みの持てない様、何これ、望むのを持てない様、まあ、とりあえずそういうことだね。望みはね先行きがないと考える。お、なるほどね、これがネガティブとポジティブシンキングの違いらしいです。なるほど、いい、改めて言うとちょっと重いね、言葉が重いわ。ネガティブって、ポジティブってなんかすごい積極的にめっちゃ行動するけど、その後スタートどうなるかって全く考えない、とりあえずやろうイエーみたいなねで、じゃあネガティブがその何もしないで、とりあえず何もすんのもいやちょっと俺はいいやみたいなで、先も何も、いやもう俺なんかやっても仕方ないっていうのがネガティブ。とりあえずこの2つのことはねちょっと理解できましたね、その辞書を通してね。で、僕はね、じゃあやっぱりその辞書の言葉を見てもなんかネガティブってあんま良くなくないって思っちゃうんだよね。でももちろんネガティブな考えもあることはわかるしね、やっぱ心配しちゃうんだろうね。で、じゃあね、その時に僕がどういう考えをしてるかっていうのを改めて話します。で、僕はまずチャレンジすることの良さとか大切さを知ってます。これはですね、高校生の時に親元を離れて寮生活でその野球をしてたんですけど、まあこれも一種のチャレンジじゃないですかね。だって実家にいる方がいい、お居心地はいいはずなのに、でも寮に行ってチャレンジするみたいな。で、最初はめっちゃ不安だし、行くわーみたいな、行きたくないなーとか、なんか直前になって急に思うんよ。ずっと行きたいな行きたいなと思ってんだけど、直前になるといやーなんかちょっと怖いなーみたいな、不安になったりとかして、そういうのももちろんあるし、でも先のこと考えたら甲子園行けたらもうそれやばくねみたいな、俺強くねみたいなえ、勝ち組みたいななっちゃうんだけど、で、その考えで入って、実際入ったらねめっちゃ楽しいし、寮生活今まででね、あんなに楽しいことないよね。もう毎日が修学旅行みたいな
超楽しい、本当におすすめします。で、まあ、結果的に甲子園には行けなかったけど、めちゃくちゃ大切な仲間もできたし、寮生活でその親のありがたみとか身の回りのことを全部自分でやんなきゃいけないから、まあ、それがもう当たり前になって、精神的に自立したっていうのはすごいでかいかなと思いますね。まあ、自分で言うことはなんか分からないけどそういうのがあって、でチャレンジする素晴らしさだ、あやってみていいなとか。でこの間もアメリカの大学行くって話したじゃないですか。で都内で友達と飲んでて、あ外国人の人がいて、ちょっと英語で話しかけてみたんですよ。そしたら話したら、僕がこれから行くアメリカの大学の卒業生らしくて、えマジっすかみたいになって、でそしたらアドバイスとかめっちゃくれたりとかで、ちょっと仲良くなって、また今度じゃあ行きましょうよご飯とかなって繋がれたし、だからなんか積極的に行動して、悪いことが今までなかったかなって。一人でアメリカ行ったこともあるんだけど、めちゃくちゃ面白い出会いもあったし、いろんなことあって辛いことあったけど、結局それがなんか後から考えると面白い話になるわけよなんかちょっと笑いのネタになるみたいな、友達と話すときだ、そういうのもあるから、なんかチャレンジいろいろして辛かったはあるけど、最終的に全部楽しかったし面白くなってるから、なんか悪いことが一個もないみたいな、そう今のところねだからね、怖いもの知らずでぶっ込もうと思っちゃうんかなまあそれがあるからチャレンジした方が断然いいなと思いますね。これがまず一つ目です。チャレンジすることの大切さを僕は知っているから、でそれの面白さを知って、その後に結局は面白いことになるってことに知ってるから、僕はチャレンジをし続けようと思ってますね。で次、失敗を楽しむっていうことも大事なことで、な失敗しちゃうことはもちろんあるし、バイト先とかで居酒屋の時とか、こうガチャーンって言ってお客さんに かけちゃったりしたことももちろんあるしなんでうわやべえやったなと思ったけど、まあなんかね最終的にはなんかこう笑いの種になるし、僕高校野球の時にその一番の失敗といえば、今思えばもっと違うトレーニング方法とかなんかいろいろあったなって思うんですけど、肘めっちゃ怪我しちゃって、で最後の時は投げれなくて甲子園も行けずに終わっちゃったんですけど、まあ失敗といえば失敗なのかもしれないけど、でも俺はそんな風に捉えてなくて、で結局手術4回して、でこれここに傷あるんですけどかな、そうここトミージョン手術とか、あとここもなんか何か所か手術してて、で結局治んなくて、で未だに神経障害ね、ここ動かないんですよ。でもこんなのあってもまあいいし、で左手で食べれるようになったし、結局野球をやめることによって新しい人と出会ったりとか、でその海外に行こうとか思ったりとか、なんか結局ねいいこといいことがやっぱあるから、まあそれなりにも楽しいことあるし、うん、なんか、まあ、その時はもちろんめちゃくちゃ辛いけど、でもまあその先にめっちゃいいことは間違いなくあるなと思ってるから、失敗してもまあ仕方ねえって感じで切り替えちゃいますね僕は。だからまあこれを失敗を、まあ、将来的に笑いのネタになると思って楽しむ、その時は無理でも将来的に絶対楽しくなるから、それを信じて進み続けるっていうのが僕の2つ目のポジティブになるための理由の1つなのかな。でね、最後にもう一つ、僕がめちゃくちゃ好きな言葉があって、これはある本のタイトルなんですけど、死ぬこと以外はかすり傷っていう言葉があるんですよ。これは幻冬舎の編集者の箕輪さんの本のタイトルなのかな。でもこの本自体は実際は正直読んだことないんですけど、でもこのタイトルがものすごい僕にとってすごい影響を受けて、すごい感銘を受けたんですよ、この死ぬこと以外はかすり傷って言葉に。確かにそっかみたいな。で世の中はこう自殺とかして死んじゃう人もいるじゃないですか。もちろん多分相当辛い思いをしてるんだなと。でも死んじゃったらなんて言うんだろう、何もないというか何もなくなっちゃうんですよ。悲しいと思うこともなくなるし、楽しいって思うこともなくなるし、当たり前だったことが何もなくなっちゃうんですよ。その美味しいもの食べてうまーとか、うわ今日太りすぎたなとか、なんかうわもう今日ダルとか、もうこれすらも思えなくなるんですよ死んじゃったら。それってなんかものすごくもったいないなと思って、でいろんな挑戦して失敗しても結局まあ楽しかったり笑える時はきっと来るから、そういう意味ではこの死ぬこと以外はかすり傷って言葉がものすごい僕の中で当てはまって、あーそっかみたいな。じゃあもう例えばその新しいことにチャレンジして借金今目になったとしても、まあ死ぬよりはマシやな、死んで何もなくなるよりはマシかと思う。めちゃくちゃ心が楽になって、あこの言葉素晴らしいなと思って、死ぬこと以外はかすり傷が僕の中の座右の銘です ね、うん、ね。どうせね人間なんて死ぬんだし、わざわざ自ら行くこともないのかなって僕は思うんですよね。どんなに辛くてもまあ辛いならやめちゃえばいいし、誰もいない知らないとこに行ってまた一から関係築き出すのもいいじゃないですか。でなんか散々悩んでて思うんですよ。で僕前フィリピン行ったことあって、フィリピンの子供たちって本当になんかそれで笑うのみたいなことでめっちゃ笑うんですよ。それを見た時になんか、まあ、僕たちなんか悩みすぎなのかなとか思ったりして、うん、なんか深く考えすぎなのかなみたいな、もっとシンプルでいいのかみたいな、なんかシンプルに生きてもう楽しい悲しい辛いよし切り替えよ、なんでなんかシンプルで生きていいのかなって思ってます僕ね。だから結局ね、どうせ死んで何も感じなくなるならもう全力で、辛いなり、楽しいなり
感じ取ってやろうと思って、まあこの理由がね僕を多分ポジティブにさせてる理由の一つなのかなって思います。まあ参考になったかどうかは分かりませんが、まあこういう考えを持ってる人もいるよってことを、まあ少しでもね頭の片隅にねちょっとでも置いといてくれて、まあ、少しでもハッピーな気持ちになってもらえれば、まあ僕にとってはね素晴らしくて、まあこの YouTube を通して配信してるね価値はあるのかなと思います。まあこんな感じで今日のね動画終わっていきたいと思います。ありがとうございました。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。でね、それでね、例えばどんな感じでね実際にポジティブに考えればいいのかなっていうのを、まあ、ちょっと例え話としてちょっと皆さんに共有しようかなと思ってるんですけど、この間ね友達と話してて、友達が親になんかあんた最近めっちゃ太りすぎじゃねみたいに言われたらしいんですよ。その相談されたんですけど、そんな太ってるみたいな。その時にまあ僕が言った一言がまあいいんじゃないみたいな、こっちらもうぽっちゃり線じゃまこんぽっちゃりこっちらぽっちゃり線待ちじゃーっつって言ったれっつって言ったりみたいな。あとはなんか泣いたりするとなんか情緒不安定みたいに言われると言われて、まあそういう時にねどう言い返せばいいかっていうと、いやいやいや情緒不安定なんじゃなくて感情が豊かなんじゃっつって、これ見て泣かないやつはサイコパスと一緒や、感情ないんじゃっつって言い返せみたいな感じで言ったんですよなんかそういう感じでなんか考えてます。であともう一個は、外でなんか約束とか、まあ、デートなり普通に友達と遊ぶなり予定を立てるじゃないですか。その時にもし雨だったら嫌だなとか思って、で実際に僕は雨めちゃくちゃ雨男なんですよ。毎回結構な確率雨降っちゃうんですよ。 で向こうも俺雨女なんだけどとか、俺雨男なんだけど大丈夫みたいなとか言ってくる人もいるんですけど、まあでもそういう時に言うのが、まあ算数と一緒で雨男がマイナスとしたらマイナスかけるマイナスはプラスだよ、だからきっと大丈夫とか別に雨だってよくねみたいな、雨なんか最高じゃん、いつもより人少ないんだからめっちゃいいじゃんみたいなとか、あとはまあちょっと格好つけて行った時は雨が降ってるとかどこへ行くことかじゃないんだよ、誰といるかが大事なんだよとかなんかちょっとね格好つけてふざけて行ったりとかしてます。なんかこういう感じでなんか日常のそのなんか物事を考えてます僕は確かにめちゃくちゃ楽観的何も根拠ないまあでもなんか楽しいからいいかなと思ってます。はい。でまあこんな感じのね考えをまあちょくちょくあのツイッターでなんかポジティブ発言をちょくちょく配信していくんで、まあよかったらそちらを見ていただければなと思います。